ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。だいぶ話が進んでまいりまして、私たちがこれからビジネスをするときもですね、人生を過ごすときも、幸福を求めるときもですね、何でも必要なのは、これからの時代がどういう時代であるかと、まあいうことをですね、今まで自分が受けてきたひどい仕打ちとか、恨みとか、人間関係のまずさとか、それからそういった自分が不幸に陥ったこと、そういうことはちょっと切り離してですね、私たちが本当に、まあ自分というのを見つめ直して、社会のということを見つめ直すことができればですね、私たちはまた別の人生を送ることができるわけですね。で、皆さんのコメントを見ながら、この私も話し進めてるんですね。まあ、なかなかこの、なんていうかこういったものは難しいのはですね、人によって受け取り方が違うんですね。もちろん非常にこう素直に、素直っていうか真剣に聞くと、人のあの話を聞くっていうことに集中できる人は、まあ大体、こう、まあ非常に僕もやりがいがある。何でも批判しようとか、私が言おうという中心的なことがわからない人もいますね。僕はあの皆さんの敵対してるわけじゃないんで、まあ聞いていただける人の人生が、まあできるだけ順調にいってほしい。そういうことが僕はできるかどうかわかんないけど、少なくとも僕が考えてることは、まあ役に立つだろうっていうふうに思いましてね、やってるわけですね。で、一番コメントで最近のもので僕自分でやってよかったなと思ったのは、鉄鋼の生産量がその1970年ぐらいで頭を打っちゃう。これね、本当に不思議なもんで、それまで急速に増えてきた鉄鋼生産が、1970年の最後の日本鋼管の景品製鉄市場が最後になった後もピタッと、人間は絶対これね、予測できないんですよね。今まで伸びてれば伸びてる。これに似たようなことが僕が、足利のね、古川工業の銅の精錬所に行った時にそう思いましたね。まあそこでちょっとその本当に失礼でしたけど、失礼ですが、つって質問したのはですね、どん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 銅がこう、ここで生産して売れてた時に、やがてこの銅はもう売れなくなってしまう。つまり鉱山ですから、取れる量も少なくなってきますし、世界との競争も始まりますしね。そういうことを予想してやっておられましたかとこう聞いたらですね、いや、そういうことを考える余裕がありませんでした。だって私たちは銅を掘って、精錬して売るということに専念してましたからと、まあ、いう話ですね。全くその通りですよね。まあ、その当時の鉱山に働いてた人たちの社宅はもう皆さんほとんどね、全部が朽ち果てておりましたし、その当時非常に流行ってたっていうか、繁栄してたんですね。料理屋ももう非常に寂しくなっておりました。しかしそれこそが時代の変化というものなんですね。で、そういうことをその鉄鋼生産のカーブでね、まあ、強く感じた人がおられるということをコメントを読んで分かりましたもんですから。で、まあ前回はね、例えば我々が苗場のスキーに行った。本当にスキーが楽しかった。スキーが流行った。その時に私たちは物と力に頭の中が全部出来上がってますから。それで何が起きたかって言ったら、庶民用の別荘を買ったり、リゾートマンションを買ったりした。それが2年とか3年しか続かないということすら、我々はなかなか理解っていうか予測できるもんじゃないんですね。で、今日は2つの図を出します。1つは、現在少子化が問題になってますね。人口がどんどん減っていく。大変だ大変だって皆さん言ってますね。それから、だん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 老人が増えてくる。これも大変だ大変だって言っておられますね。で、それをちょっと考えてみたいと思うんですね。力と物を拡大していくという、今まで200年間我々が努力してきたものっていうのはですね、これはやっぱり拡大なんですよ。GDP も増えなきゃいけないし、収入も増えなきゃいけないし、会社も毎年成長しなきゃいけないし、無限にやっていくっていうのは本当はなかったんです。本当は200年前はそうじゃなくて、単に炭鉱からですね、地の底から石炭を掘り出すのはもう辛いと。ただただね、もう毎年毎年12ヶ月のうち11ヶ月耕してね、米を取っていくのは大変だと。女性でもね、洗濯と
もう買い物とかそういうんでもうおしめ洗いなんかでも大変だと。これを直そうとしたんですよ。これを何とかしたい。この苦しみから逃れたいっていうのが、この200年間の人類の努力だった。それは達成されてるんですよ、もう。まあ男性が力を発揮するのは、奥さんに頼まれて、ジャムの蓋をこう開ける時だけだとか言われておりますしね。女性も、まだまだ不完全ですけど、まあ家事労働の多くはですね、免除されたわけですね。クーラーもありますし、あるいは自動車もあるし、近くにはコンビニエンスストアがあると。なんだったら、アマゾンに申し込めばもう配達してくると。まあこういう時代になってですね、もう我々の一応目的は達成してるのにそれから抜けられないんですね。ところが、鉄鋼の動きっていうのをあれ見ますとね、あれで、まあぜひもう一回、もし忘れた方がいたら、なんか一ヶ月ぐらい前ですか、の私のブログを見てほしいんですけども、もうピタッともう増えないんですよね。これが時代というものなんです。時代の変化、いい方に変化してるんですよ。我々は次のステージに行こうとしてるわけです。その兆候がもうすでに現れてるってことですね。で、ここに二つ図を出しました。一つが日本の人口の変化ですね。一つが、その人口のうち年齢の割合がどう変わってるか、まあ、分布って言うんですけどね。まあ、その二つを出しました。まあ、結果は簡単ですね。江戸時代だいたい4000万人。江戸時代はまあ人間が生産してますから。それからぐーっと人間のピークが上がってきますね。これこそが、要するに力と物質を供給することによって、まあ、人間が増えることができるっていうことですね。それでずっと増えてきまして、大東亜戦争に入るときに7000万。それからまたさらに、高度成長がありましたからね。増えて、で1億2000万まで行ったわけですね。で現在どん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 減っておりまして、女性が子供を産む数が減っているということもみんな大変だ大変だっつってるわけですね。これを大変だというならですね、鉄鋼生産が1億トンで止まったことが大変なんですよ。同じことを示してるんですね。それからその年齢分布もそうなんですね。昔ここは1950年とだいたい2000年ぐらいと2050年ぐらいとだいたい50年ごとぐらいにどういうふうに変わっていくかと。これはあの人口分布の場合はですね、ほとんど予想は正確なんです。っていうのはもう子供の産む率とかですね、それが死亡する曲線とかですね、そういうのはあんまり変わらないもんですからね。将来予測のうちでも最もよく将来を予測できるのがこの年齢分布だと言われております。で、1950年頃は人口ピラミッドって言いましたね。この図も人口ピラミッドっていうタイトルがついておりますけども、本当にピラミッドみたいな形してたわけですね。赤ちゃんが、まあ、例えば120万人生まれると。で、40歳になった頃には、120万人がちょうど半分の80万人ぐらいになってると。それから80歳で大体の人が命が終わる。まあ、寿命が80歳で、それで、その人生の半分に行くと、半分の人がもういないということになりますね。このピラミッドみたいな形がしている形が、いい形だという人がいましてね。随分冷たい人だなと思いますよね。だってこういう形をしてるってことは、生まれた人の半分が40歳までに死んでいるということですね。小学校の友達は40歳の時に同窓会やったら半分しかもう生きてないっていうことですね。それで80歳まで生きれると言っても、80歳まで生きれる人は120万人生まれた人のうち、ほんのわずか5万人とか10万人にしか過ぎないわけですね。ただ、人間がこういったものを人口の分布の図を見てですね、ああ、ピラミッドがいいね。だんだん年取ってきて少なくなると、年金が少なくていいからねとかね。街に年寄りが少なくなるから明るくなっていいねとか、子供が多いという社会は活気があるからねとか、こういうわけですけど、それは自分が生きてる方に思うんですよ。死んでる方には人間と思わないんですね。40歳の時に半分になるってことは、40歳までに自分が死ぬ可能性が半分あるってことです。それから、一番ピークが80歳ですからね。80歳まで自分はほぼ生きれないってことですね。100人のうち5人しか生きれないところに入るってのはなかなか難しいことですからね。それでそれが今大体長方形になりまして、
まあ少しは形があります。これは戦争があるとかベビーブームがあるとかいうことでやっぱり変わるんですけど、まあまあ長方形ですね。まあ書き方によっては違うんですが、まあ全員が80ぐらいまで生きれると。それで中には100歳ぐらいまで生きる人もいると。しかし子供たちは少ないというこういう状態ですね。しかしこれは過渡的なものにすぎません。2050年、今から25年ぐらい先ですけどね、今から25年先ってのはもうすぐ来ますけど、その時代には子供は40万人しか生まれない。それに対して80歳の人が120万人いると、まあこういうふうになりますからね。子供の3倍老人がいるってことになりますね。これはひどいじゃないかって言うけど、いや、生まれた人がほとんど80まで生きていると、ピンピンコロリだということって非常にいいですよね。だから全体として見れば、やはり人間がピンピンコロリで行くならですね、つまり1950年頃のピラミッド型ってのは、いわば人間がまだ動物的なもんだったと言えますよね。それが人間が人間らしく年取った死のうち寸前までは元気で、そして、ああ、俺もいい人生だったっつってコロッと行くというのがいいですよね。まあ、そうしますと、結局最終的には長方形になるでしょうけど、過渡的にはまあね、2050年型になってですね、80歳の人が人口が一番多いと。子供はほとんどいないということになりますね。これはもう歴史の必然性ですから仕方ないんです。どうしてこういうカーブになるかっていうのを今日ご説明したいんですね。ですから、今少子化が良くないことだから、子育てを政策を強化しようとかですね。それから80歳が一番多いんだったら一体年金なんかどうすればいいの？我々は年取ったらどうしたらいいんだ？もう疲れて働けないのに働かなきゃいけないの？ってこういうふうになるんですけど、そうじゃないってことなんですよ。これはね、私が今からこのシリーズで話していく内容で、あ、皆さんそんなになるの？っていうふうに思うと思うんですけども、すでにここでも何回かお話しましたように、生物というのは、来たるべき変化に対して、事前に変わっていくんですよ。来たるべき変化に対して、事前に変わっていく。それは、生物の予知能力と言ってもいいと思いますけども、社会の基本的なドライビングフォースっていうんですけど、こう、動かす力がですね、変わってくると。まあ、人間でも他の生物でもそうですけども、やっぱりそれを感じてですね、少しずつ少しずつ変わってくるんです。それが時代の変化の兆候なんですよね。この時代の変化の兆候を早く気がついて、それを自分の人生、自分の仕事、自分の幸福、自分の家庭生活に生かすということですね。ですから、これを見ますと明らかにですね、これからしばらくは結婚するのは難しいですね。だから子供を作るのことも難しい。だからこれはその時代に沿って、だから鉄がいらないのに鉄を一生懸命要求するようなもんなんですね。ですからそういう人生設計をする必要があるってことはまず言えますね。じゃあ適正にどこら辺で着地するかっていうと、これも論理で考えればわかるわけですね。まず力と物の世界が成功したら、まあ、どのくらいに日本列島に住むのかというとですね、まずはヨーロッパが先行してますから、ヨーロッパを大体中心にしますと、第二次世界大戦くらいの始まったぐらいのヨーロッパですと、日本ですと、4000万人です。僕生産数で4000万人。で、それから生産量上がってますから、力と物の生産が上がってる現在もしくは現在が少し進んだ状態を考えますと、大体私の計算では7000万人ぐらいのところで落ち着くと思いますね。ですから、まずは、この人口は今、1億2000万から7000万までこう、ずる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 減っていくっていうことは、これは歴史の必然であって、鉄鋼生産が1億トンで止まったってことと同じことですから、別にね、自治体が結婚の斡旋をしても、政府が子育てを支援しても変わりません。もっと大きな社会の変化、力と物の拡大の変化から、我々の頭脳を追放して、人間が辛い頭脳の活動をしなくてよくなる。まあ簡単には、英語なんか全然勉強しなくたってペラペラ喋れるようになるとかね。それから目がすごく具合悪くなったって目の代わりのものがいくらでもあるとかね。まあそういうふうに自分が今までできなかったこと。まあ、物を見るってことは脳の働きですからね。
まあ、睡眠がうまく睡眠できないとか、そのことが全部解決する。今まで辛い石炭を地下から掘り出してくる肉体労働で筋肉ヘトヘト、もうやりたくないっていうことが、今は石炭は自動的に掘れる。これと同じことが脳の活動についても行われようとしてるわけですから、それに伴って状態が変化する。この変化の一つが人口の減少ということなんですね。で、その人口の減少はもちろん子供が生まれないことによって人口が減少するわけです。戦争をして40歳ぐらいの人がうんと死ぬ減少っていうのは良くない減少ですよ。それから、お年を召したらバタバタ早く死ぬっていうのも良くないですね。ですから、この年齢の分布の図も誠に我々の将来の幸福を考えた図なんですね。実にそうなんですね。ですからこれに沿ってね、我々は自分の人生っていうのを考えていかなきゃいけないということになります。それで具体的にもうちょっと話が必要かもしれませんが、まあいろんな話を組み合わせましてね、我々の前途に横たわっているものですね。まあ私時々昨日は晴れ今日も朝と言うと、まあ、昨日はもし土砂降りであっても、まあそれは思い出として残しとかいいけど、まあ晴れだと思えば晴れだと思う。つまり我々は過去に生きてるわけじゃないんですよ。我々は常にどんな時でも未来に生きてます。だしだって一番思い出しやすいのは過去なんです。思い出すのが簡単なのは過去なんですけども、我々に必要なのは未来。見るのが難しい、予想するのが難しい未来なんですね。これを克服するっていうのは、実は我々が一番大切なことだということですね。